番出口っていうのがね、うん、これすごいですね。クリスマスやってたんですよ。みんな楽しかったですか、クリスマスは。視聴者の皆さん天才っすわ。いやていうかさ、ていうかだよ、うんうん、なんでわかったの、あの上の看板が微妙に動いてるの、なんでわかったの、視聴者の人。あれ多分最初の頃に、うん、あの看板のさ影あったっけって言った。ああ言った、うん、でそこで見て、うん、多分位置を、あこれなんかあった時位置ずれるなっていうのを思ってる人がいたんだろうね。ああ、そこに当たりをつけてたっていうことなのかな。いろんなところに当たりつけて、うん、いやあれマジで。だって普通に凝視しててもあれなかなか分かんないからさ。いやこれね、 K さんが、うん、基本的にはこれ 99% K さんが作ったんですよ、うん、ねこれね、うん、で僕が 1% だけ裏から、うん、こここうしたらみたいな、はいはい、ちょこっとだけ やってたんだけどさ、うん、あのこう2人の中ではだよ、これ絶対見つからないよねっていうやつだったのよ、あれ。あ、看板のやつ。看板のやつは、ね、うん、やはり残された謎を、うん、皆さんこれ気になってたんじゃないでしょうか、うん、まだあるのではないか、向かっていたのであった。派遣しますんで。見たい見たい、はい、パチマンで見たい、うん、はい、多いですよ、ね、今のは。あらあら、あ、じゃあこれ近づいたらいきなり見れるんだ。いるね、ズームでしょ、まず。おー、いますね。あ、いますよ、皆さん。エムーザ様です。で、うん、で、振り返ったら、なんか知らんけど、回り込まれて、そう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 。だからもう近づいちゃったらアウトっていう、やつだね。じゃあちょっと、もうちょっと近づいていきますか。いいっすか？いいっすよ。じゃこれ本来近づいて、でも、いい顔してるね。こっち見てんじゃない？あの、横とか動いても。うん。首振るんじゃない？あー、見てる。うわ、ほんとだ。見てるね。うわ。おで、これで振り返ると、抜くと、あ、あれなんもない、あ、なんもない、まあ、異変ですからね。とりあえず戻りますか。そかそか、戻るか、あれあれ、どうした、あ、お、え、いきなり黒くなったぞ。何、停電、停電した、停電、うん、あ、中さん停電だか、停電、はい、はい、はい、あー、あー、怖くない。ちょっともね。そうそう。僕は見た方がいいっすよ、これ。奥まで見た方がいい。ちょ、ゆっくり。これ懐かしいな。一つずつ見ていきましょう、これ。温泉旅館のさ、そう、中岡さん。さんだよね。うん。これなかなか覚えてる方いらっしゃいますかね、だいぶ前よ、これ。うん。あれ、中岡さん、自販機の方。え？ちょっと、あの奥の方、ちょっと。自販機の左のホラーのやつ。中岡さんの目。おうおう、目、ほう。これ本物の中岡さんの目。そうだよ。これもそうだよ。うん、これも俺、本物の俺でよ、これ。すごい。これ。うん、これ俺の目だから、これ。こんなに映ってるでしょ、カメラに。ちょっと近くにさ、カツラ見てあげようか。すごい距離くっかね、これね。これ早、これ早すぎてもったいないんだよな。これ、逃げ切れないんでしょ、捕まったら。まあ、逃げ切れないと思いますよ。走ってくるからね。変態だよな、あのカツラ。隠れる気ない、もろバレ、うん、バレるためにいるでしょ、あれ。まあそうだね。あと何個ですか。あ、これか、戻りました、これ戻って、戻で、残り1個っすよ。うん、じゃああと1個どこにあるか、ちょっと中川さんに探してもらえますか。え、じゃあもう1個が何、見てないやつ1個あって言ったでしょ。おー、え、それが電話機、電話機ちみましょう。したらさあ、電話機に何があるのか、わかるかな？ね。100円はお釣り出ません。さあ、わかる？え、なんか違うのある？もうコメント、わかってますよ。コメントわかってますね。え？なんか最初に言ってたじゃん、これ。言った、数字の並びがって言ってよ。そう。うん。あれ、この並びじゃなかったっけ？いやいや、これはね、違うんです。違うんですね。実は。あ、左上から1だったか。そうですね。これ意外と知らなくない？お、すべて見つかりました。終わりましたと。まあ、あれ、あれ、あれ。あ、ループしたんですね。なるほど。うん。まあ、一回戻って。そうだ。まあ、そんな。おー、もうこれで謎は解けたね、みんなね。まあ、そうですね。というね、その、見てない謎を、見るためにね、Kさんが今回、これをまとめたんですけど。嬉しい、ありがたいね。はい。うん。あ、待てよ。
これもまんまってことはクリスマスのやつを見れるんだ。ああまあクリスマスのやつ見たい。XY 座標の二次平面の二次座標を表していまして、なるほど、それの左下側に1があるということは、これはつまり X も Y もね、マイナスの領域にあるということなんで、うん、まあ、逆から読んでいただくと、はい、で1、3の間にね、点がありますね。これね、これカンマなんですね。なるほど、つまり13の6、これが座標なんです、はい、なるほど、つまり X13 の Y の6ということです、はあ、うん、で C はクリックということで、はい、クリックの C、はい、37回、右上から13番目と、6番目のタイルを37回クリックするという仕掛けになってますんで。なるほど、説明ありがとうございます。誰かわかる？普通にクリスマスの配信だったからさ、中に、うん、あのサンタさんのやつがあるっていうね。あれ違うね、これじゃなかったよね。まあ感謝と、うん、いうことで、なるほど。ハピネス、ハピネスソング、うん、ハピネスボイス、ハピネスボイス、はい、懐かしいなこれちょっとアップで見ようぜ、うん、絵を。さあ、いいね。あ、これいつもね、お世話になってる。いいわ。あ、いいじゃん。かな、まあね、このアップでめでたい感があるね。あ、感謝。しかしこのなんかこのガランドになったこの部屋、寂しい感じありますね。寂しい感じありますね、ガランドですね。これは果たして本当に作者が想定していた動きだったのでしょうか。いや、ちょっとそれはよくわからないのですが、まあガランドになったこの部屋が中圭久保のちょっとこのほん、ちょっとこのビターな感じの最終回っていうところをちょっと表して。あ、なるほどね、いうところなんですね。切なさをちょっと残すというね。あ、いや、寂しさがありますね。あ、でもこんなよくなんだ作ってくれる、わざわざ作ったわけでしょこれ。まあ、そうこれ僕も仕込んでるの全然知らなかった、うん、あ、いや歌がまたね、ね、3人で頑張って歌ったやつだもん、ね、歌ったやつ、そう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 、まあちょっとね、最終回演出を用意させて、ね、いや、ありがとうございます。これはね、もう本当ありがとう、まあ、言い出さなかったらもうクリスマス演出もう一回見ましょうって自分から言ってた